クマ映画マニア狂気乱舞の素晴らしさで,です、ね、ちゃんとね重さがあるんですよヒグマの、ね、歴代クマ映画の中でも屈指の作品と言えるんではないでしょうかどうもビューティーです2024年もよろしくおいしんぼということで今年の一発目はこちら野田悟さん原作コミックの実写化ゴールデンカムイです えーとですね、主演が山崎賢人さんで脚本を黒岩勉さんが書いていることからもわかるようにです、ね、明らかに今や東宝のドル箱シリーズとなった「キングダム」に続く「秀鋭者と東宝によるコミック実写化」シリーズの第2弾として企画されていることは結構のんきしてたジョジョでもわかるレベルのものなんですが差別化という意味ではです、ね、監督に起用されたのがハイアンドロー劇場版シリーズの久保重明さんという方が監督になっているのでちょっとだけおっと思わせてくれたんですね。 ちなみに「キングダム」は原作は大好きで結構読んでいたんですけれども映画に関しては完全になめてたことにですね、2作目の「はるかなる大地へ」しか見に行っていないという不真面目さなんですね私は。 1>, 1作目も見ずに2作目をいきなり見ておいて感想を述べるなんておこがましいんですけれども恥を忍んで言うならつまらなくはないし本編中ずーっと戦闘状態が続いているというコンセプトは素晴らしく好みなんですけれども特にこれといって面白かったという部分もないっていうですね、えー、自分がこれを他人に言われたら絶好も辞さずというようなつまらない感想になっちゃうんですよねでもまあ続くね3作目去年やった3作目はですね結局見に行きませんでしたからうんまあそういうことなんですよね なのでですね、今回はちゃんと1作目から見ようということでですね、今回行ってまいりました。やはりね、監督がね、廃炉の人と聞いたら少しは気になっちゃうじゃないですか。まあでもそういえばですね、廃炉の劇場版も2作目のエンド・オブ・スカイをいきなり見に行ったような口なんで、最低なんですよね。でもご存知のようにですね、エンド・オブ・スカイはぶっちぎりで面白かったですから、結果良ければいいんですよね。後でですね、最上映で見に行った1作目も素晴らしかったですし、 とはいえですね、今回エグザイルの人たちも、コブラ先輩もいないし、そもそもね、ゴールデンカムイという原作の世界観に、監督として合うのかなっていう不安も結構あって、本能的にですね、気持ちのハードルを上げないようにしていたんですけれども、今回、今日見に行ってですね、結果的に久保監督は、えー、実はちゃんと作品によってルックスをコントロールできる人なんだなって分かって、安心しました。なんていうか <laughs>、上から目線なんだって感じなんですけれども、 最初ぼんやりとですね山崎賢人さんがカメラに向かって走ってきながらですねドスの効いた声で「てめえら俺は不死身の杉本だ!」って言った途端にですね「チャン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 ゴールデン!」みたいにね始まったらどうしようかなっていう不安はあったんですよ。 いや、まあ、それはね、それで燃えるのは否定しませんけれども、でもね、それはもうゴールデンカムイじゃないし、なんなら、ハイアンドローロードトゥーエゾみたいなものじゃないですか。それはね、東宝側も読者側も、ましてや集英者はマジ、まじ1000%望んでないだろうっていうわけで、本編はですね、序盤からちゃんとですね、原作通り、原作のコミック通りですね、203コーチ戦から始まるんですね。 で、なんならですね、プライベート・ライアン以来26年経ってもクリエイターたちの中でですね、世界中の衰えることを見せないですね、血も凍るような戦闘シーンへの渇望を表出とさせたようなですね、結構えぐい戦闘舞踊者が繰り広げられるんですよ、このシーン。 確かね、原作だと、最初のね、2、3ページ、数ページぐらいしか描かれなかったと思うんですけれども、それこそですね、増田敏夫監督の名作、203コーチを現代にリファインしたら、してやるぞっていうね、気概すら感じさせる、山わしにますか的な盛り上がりなんですよ。期待をね、それほどしてなかったっていう部分を差し引いてもですね、この序盤でね、結構完全に元は取れたなっていう感じのクオリティで、結構燃えますよ、前半、ここ序盤なんですけれどもね。 で、しかもね、ちゃんとハイローシリーズで培ったであろうですね、アクションの切れ味も結構発揮されていて、これはもしかしてっていうですね、期待をね、抱いてずっと見させてくれました。で、ここからもですね、コミックの原作通り、舞台は北海道に移ってですね、そこでの自然描写なんかもすごい美しくてですね、ロケーションが多分綺麗だったと思うんですけれども、それがね、驚かされるぐらい見事だったんですよね。加えてですね、 タイトルがですね雪原を歩いている山崎賢人さんの引き絵の横にですね静かにさらっとですね英語で「ゴールデンカムイ」って出るだけだったりしてああ、いつもの先生と違うみたいって思わずですね宇多田ヒカルさんのピノコの吹き替えを真似してしまいそうになるぐらい抑えた演出なんですよ。でここからが肝心なんですが皆さんがね一番気にしているゴールデンカムイの映画化っていうことで期待してる気にしている部分っていうのが熊だと思うんですよね。 原作を読んでた時から好きだったヒグマのシーンはどうするんだろうと。原作だと1巻2巻で結構ヒグマ大暴れのシーンがありまして、個人的に私はクマ映画マニアでもあるので、それの遺憾によってはですね、こちらにも考えがあったんですけれども、日本の有名な映画、クマ映画といえばですね、リメインズ、千葉慎一さん監督のリメインズや、えー、デンデラなんかもあったんですけれども、 題材はですね、素晴らしいのに、熊の描写がですね、やっぱりちょっといただけなくてですね、やっぱこうリアリティが欠ける部分があって、その熊映画に一番大事なですね、恐怖とかそういった部分があまり感じられないかなっていう部分が残念だったんですね。で、小説だったら吉村明さんの有名なね、熊嵐とかがあったりして、そういった部分を筆頭として多いんですけ、傑作は多いんですけれども、映画ではいまいちね、日本の映画では熊映画の決定打はなかったような気がするんです。そんななんで、 えどうなるんだろうと思って構えて見てたらですね、いよいよ最初の熊襲撃シーンがですね、これがね、個人的に最高に見事な演出で、コミックともまた違っていて、映画ならではのですね、素晴らしい恐怖演出がなされていて、見事に作られていたんですね。で、入れ墨の入った男の死体を、えー、杉本がですね、歩いていくのをカメラが横でフォローしてずっと追っていくんですが、 そのカメラのですね、杉本の背景、フォーカスアウトした部分の背景にですね、巣穴からですね、ヌーっとヒグマが現れるのを無音で捉えるんですよ。しかもですね、そのヒグマが静かに近づいてくるのをですね、ワンショットで捉えながらですね、そのヒグマとね、杉本の間にね、木が一本こう、よぎったりしてからっていうね、抜群のワンショットで描かれてですね、これにはうならされましたね。 もちろんですね。CGI の発展ありきではあるんですけれども、それでもこの演出自体は素晴らしいし、現在最高の方の熊映画でもあるですね、レベナントの熊には劣るんですけれども、結構な迫力とリアリティで襲ってくるヒグマの描写がめちゃくちゃ良くてですね、ちゃんとね、重さがあるんですよ、ヒグマの。重量感が。あとね、もうこれは襲われたら死ぬなっていう恐怖感と絶望感がよく出ていて、これはね、近年の熊映画ではほんと出色というか、 しかもね、この後ですね、この映画、都合3回もね、クマの大暴れが描かれるんですよ。それだけでもですね、歴代クマ映画の中でも屈指の作品と言えるんではないでしょうか。しかもですね、3回目の最後になるんです。3回目ので,ですね、巣穴から飛び出してきたヒグマがですね、えー、杉本たちを、杉本を追ってきた第七師団兵たちを蹂躙する一連のシーンがあるんですけれども、原作でも結構エグいんですが、このね、 このシーンがちゃんと原作通りにですね、例の顔面全ベロンもですね、きちんと描いているというですね、過激、過激なサービス精神のおもてなしぶりで、全国1000万はくだらないと思われるですね、熊映画マニア狂気乱舞の素晴らしさでですね、 演出もまた素晴らしくてフレームの外でですねクマが次々とですね襲ってわーって殺されるシーンをねまあ直接描写はしないけど音と声だけで描いたりとかそういったところもですね実にスマートに描かれていてわあーこれは素晴らしいクマ映画だと思ってですね大喜びした口ですで。というわけでですねここからはネタバレも含めてですね結局本作どうだったんだっていう感想を、えー、言っていくんですけれども。 まあ見て、未見の方はですね、まあここ,ここまでにして見に行っていただいても結構ですし、ご覧になった方はですね、このまま聞いていただいてもいいと思うのですが。えー、ではですね、この映画ですね、前半は私がこう今言ったようにですね、クマ映画としてのクオリティでもってね、すごいテンションが維持されていてですね、こうなんか、これは面白そうだとかね、あ、これは期待できるぞっていうテンションを上げ上げでですね、進んでいって、これはいいんじゃないのもしかしてと思わされるんですけれども、えっ、ー、とね、 後半部分になってですね、なんかどうもね、テンションが維持されなくって、なんかどんどんむしろ下がっていく感じなんですよねあ。なんかね、アクションシーンとかはちょこまか入るんですけれども、それ以降はですね、やっぱりね、つまらなくはないんだけど、特に面白いシーンもないなーっていう、やっぱりこう、絶好されてもおかしくないような感想しか浮かばないんですよね、この映画。で、まあ結論から言うと、原作で言えばですね、3巻目ぐらいまでのところで、今作はまあ、 エンディングを迎えてですね、3作目までの部分、分量で言うとそこまでしか映画化されていないんですね。で、去年のね、あの、問題の沈黙の艦隊のドラマか映画か映画化って言いたくないんだけど、まあ実写かよろしくですね、俺たちの戦いはこれだ、これからだっていうですね、いわゆる折れたたエンディングで終わっちゃうんですよね、この映画。 これはね、もう、もう、あのー、マーベル映画のね、成功による講罪でもあるんですけれども、近年ね、この、まあ、シリーズ化が前提、あるいはですね、ヒットしたら、あわよくばシリーズ化みたいな作りの作品が乱発される傾向にあってですね、まあ、今回もですね、もう見る前から大体大方の人が予想してた通り、今作もそうだったっていうことなんですけれども、それにしてもですね、うん、そもそもが、まあ、原作ファンにね、訴求するだけで、制作費の回収ができる、 とはずですし、あわよくば利益も出るっていうですね、まあビジネススタイルではあると思うんですけれども、まあ少なくともその原作の権利を持っている集英社サイドとしてはですね、原作のコミックであるゴールデンカムイが31巻かな、42巻ぐらいあるのかな、それが原作が全部売れればですね、それだけでもう利益がそのどん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 生まれていくわけですから、もう完結してるコミックなんで。 そういう仕組みなのでそれはね一本で完結させるなんて、まあ、もったいないというかそもそもそういうことはありえないっていうことだと思うんですけれども、まあ、ビジネスありきのね仕組みでまあそれも当然ね映画って工業だからビジネスありきで構わないし、まあ、お金出してるのは、まあ、多分半分ぐらい収益者が出してるから。 それはあり得ると思うんですけれども、まあ、それにしたってですね、例えば、まあ、くしくもですね、山崎健人さん主演で制作された、同じく集英社原作の、ジョジョの奇妙な冒険のですね、実写化だと、タイトルに、ダイヤモンドは砕けない第一章って目打ったばっかりにですね、えー、今でも何年経ってもですね、第二章はいつなんだってバカにされる結果になったことを踏まえてですね、こういったシリーズもの前提の一作目とはいえですね、一作目ですよ、第一章です、チャプター1です、みたいなことはですね、まあ 公言しなくなくったんで、すよねでこれはですね、まあもちろん40年前の「機動戦士ガンダム劇場版」の時もそうだったんですけれども、まあ当時はヒットしたら続編を作らせるっていうことだったんですけど、まあこけたらそれっきりなんでっていうことで、有名な話ですけれども、機動戦士ガンダム劇場版の1作目には1とかついてないんですね、サブタイトルも。 まあそれもまあ無べかる中であってですねまあその続編ができるの前提でシリーズ化で作ってですね尻すぼみになっていくよりもですねまあ一作目を作ってそれの興行成績遺憾でえ結果的に継続するかどうかっていう判断もまあビジネスサイドとしては当然だとは思うんですけれどもそうは言ってもですねその沈黙の艦隊の時もそうだったんですけれどもまあその逆に言えばキングダムとか そういった今までのこ,うこの手のシリーズものの実写化にはですね、ちゃんと別に一作目と目打ってなくても、本編がですね、ちゃんと一作で完結しているような作りにはなっていたと思うんです。なってないのもあったんですけれども、で、その明らかにですね、 例えば本編で明示された貫通目的、えっ、ー、と、今回の作品だったら、アイヌのマーゼオキン探しっていうのが、まあ、貫通目的だと思うんですけれども、それに対してですね、ほとんど何の結果も出ぬままですね、えっ、ー、と、うん、これ見よがしにですね、思わせぶりにですね、いろんなキャラクターたちがこう出てきては、えっ、ー、と、そのまま何にもせずにですね、えっ、ー、と、どうしたんだろうなっていう感じでですね、チューブラリンのまんまストーリーは終わる。 っていうことなんですよね各陣営のですね、えーと、これといったエンディングもなく、まあ、ほ,ぼほ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 ぼですね、その各登場人物たちのドラマに対してはですね、全く完結するって出るものもないし、終わってるものもないような作品の構造になってるんですよね。そういう作品に対してですね、続きがあるんですよとか、まあ、これ一作目なんですよみたいなね、何ら提示もないのはねフェアじゃないん。 フェアじゃないというかですね、たとえ集英者としてですね、続きはコミックで読んでねっていうことであってもですね、それはちょっとまずいんじゃないのかなっていうのが個人的な感想なんですよね。近年の作品、特に今回のゴールデンカムイとか、その何回も言ってますけど、去年の沈黙の艦隊もそうなんですけれども、まあ、その、 原作通りに、要するに結果的にシリーズ化が行われるっていうことがあるならば、その一作目として作ってこういう作りになるのもおかしくはないとは思うんですけれども、例えばね、その、バック・トゥ・ダ・フーチャー・ツー・みたいにですね、もう、スもあるよっていう前提の作りだったりとか、まあ、あの、当時はどう思われてたか私は知らないんですけれども、スター・ウォーズの有名な帝国の逆襲とかも、えっ、ー、と、まあ、 全部で3部でで作になるんですよって最初から言ってるから、まあ、成立してるんじゃないかなと思うしまあフェアだなまあフェアとは思うフェアかどうかはその観客の考え方次第ですけれども、まあ、一応言ってはいますよっていうことじゃないですかでその集英社とか今回の東方側にしてもですねその原作があるからあんな長いんだから1作目で終わるわけないでしょうみたいなその暗黙の了解をこちらに押し付けてるような気もするんですよね。 で、それってまあ、その、どうなのかなと、ちょっと、ちょっとというか、かなり思いはするんですね。で、一番問題なのがですね、100歩譲ってですよ、この映画本編を1本の映画として考えたときにですねで、この今回のゴールデンカムイなんですけれども、前半はすごく面白かった。ただ、その、今回の作品だと、クライマックスにですね、こう、 馬,馬車ですよね。馬車を使ったアクションがあるんですけれども、で、多分それクライマックスなんだと思うんですけれども、あそこがですね、一本の映画のクライマックス 足りえるほどですね盛り上がっていれば多分普通にね見終わった後に面白かったなって言えると思うんですよ。例えば話がチューブラインで何にも解決してなくっても例えば「マトリックス」なんかもそうじゃないですか。「マトリックス」ってシリーズ化が前提じゃなくて1作目で終わってるけれどもマトリックスの世界の中の問題はほぼ何にも解決せずに終わってるじゃないですかあれ。しかも俺たち文字通り俺たちの戦いはこれからだっていうエンディングを迎えるんだけどまあベラボーに1本の映画として面白いから終わ 終わった後に満足するし続きはみたいな気持ちにもなるわけだからこれがま,あまともな作り方だと思うんですけれどもで、まあ、映画でもそうなんです何でもそうなんですけど終わりよければ全てよしじゃないですけれどもねあの、まあ、サリエリ理論じゃないんですけれども最後にドカーンって盛り上げればですね大抵のものってあ面白かったって映画館は後にできるわけですよ。でそのそういう意味でですねクククライマックスの馬車ののシアョンっていうのは 本編の中ででもね、最低レベルに全然面白くないし盛り上がらないんですよ。普通の映画だったらですね、まあ、あってもあれ中盤のアクションですよ。中盤。ま、まあ、その、絶対助かるだろうな、みたいな中盤のアクションですよ。まあ、例えばあの、ロン・ハワード監督のウィローなんかでも、まあ、似たような馬車のアクションがあるんですけれども、それも中盤に、 配置されたらアクションなんですよしかもその「ウィローのね馬車アクションなんてこの映画の100倍は盛り上がるから <laughs> 十分そこだけで中盤だけでも満足できるぐらいのクオリティなんですけれども今作だとその多分クライマックスを担うであろうこの馬車アクションがですねまあ全然 <laughs> 盛り上がらないというか何の工夫もないんですよね。 うんまあ唯一工夫があるとすれば走ってる馬をこう踏み台にして馬車に戻るワンショットぐらいかなハイローっぽくてかっこよかったかなっていうぐらいですけれどもそれにしたってあもう、まあまあ、なんか見てて大体わかるんですがこれでもしかして終わりみたいな <laughs> でなんだそれっていうような気持ちのままですね見てるとまあなんか終わるようなモードになってきてですね 今まで出てきた各登場人物各陣営のですね俺たちの戦いはまだこれからだモードのですね幕引きがこうモンタージュで描かれていってあれこれあ畳んでるなもう終わりな終わりなんだなって特に盛り上げる気もないままみたいな見ていると 案の定こうさらーっと寂しい気持ちのま,ま終わるんですけど、まあ、エンドクレジットがね、ドーンって出てきて、なんでかここで突然ハイローモードになるっていうのは失笑だったんですけれども、ど,どうなんだよこれって思うような部分があるんですね。まあ、ただですね、エンドクレジットの部分で面白かったのが、そのエンドクレジットが流れる横,の横にですね、フレームが出てきて、なんかおまけが映像が流れるっていうアニメでよくある。 エンディングがこれ、今後作にもあるんですけども、そこでですね、こう、杉本とアシリパさんと、えー、白石がですね、なんかすき焼きみたいなものをね、美味しそうに食べるシーンがあるんです、ゴールデンカムイといえばね、食べるシーンが美味しそうなものが重要だったりするから、ここに来てついにみたいな、なんか本編の中で食べるね、なんか、 食べ物って僕個人的にはあんまり美味しそうに見えなかったんですけどこのエンドクレジットの横の部分で描かれるすき焼きみたいな食べ物はすっごい美味しそうでなんか馬の肉かなんかをね卵に閉じてあの卵につけて食べるまあ本当にすき焼きみたいな食べ方するんですけれどもここが見事でですね特にねアシリパさんが今までねうんこうんこうってバカにしてきた味噌,で味噌で味付けされた肉をですねこう恐る恐るすっおそるす すごい焦らしながら口に頬張るまでを描くシーンがですね、わざわざ今までクレジットの横に出てたフレームがいつの間にかフルフレームになって、クレジットも流れなくなってですね、描かれるっていう気合いの入り方で、多分ね、本編でで、ね、一番気合入ってるの、あそこなんじゃないかなっていうぐらいですね、見ていてもね、扱いが最高で、あそこはここちょっと場内も大盛り上がりで爆笑でしたね。もうね、ほんと、どっから見つけてきたんだっていうぐらいね、アシリーパーさんにハマってる山田アンナさんっていう女優さんもですね、<laughs> 芝居が上手くてですねあそこが多分本編で一番盛り上がったんじゃないかなと思うんですけれどもね。うん、でまああとですねちょっと苦言を呈するとエンドクレジットといえばですねもうあのポストクレジットエンドクレジットが流れてからのおまけ映像的なものもですねもうなんかちょっとねもう。 もういいよっていうぐらいこの今作はねいろいろねその後とか付け足しとかがやったら多くてですねなんか苦笑いせざるを得なかったなっていう感じですねちゃんとねシリーズ化して続編作るんならいいんですけれどもで今回ねワウワウさんがその制作人としてメインの座組なんでもしかしたらねワウワウ独占放送とかでね続編やったりする可能性もあるんじゃないかなと思って怖いところなんですね それこそね、沈黙の艦隊じゃねえかっていうことでですね。うん。まあ、というわけでですね、今年からですね、えっと、見た作品のですね、まあ、星取りっていう意味でですね、えっと、四つ星満点みたいなところで星をつけていこうかなと思うんですけれども、今作はですね、ええー、星二つっていうことでよろしいでしょうか。私個人のあくまでもね、感想ですけれども。で、 星二つっていうことで、今回の作品を評価したいと思います。ではまた次回もお聞きください。そんなわけなんでですね、皆さんがね、期待していたであろうですね、ゴールデンカムイの相撲のシーンはね、ないんですよ、今回ね。3巻までの映画化なんで、えー。そこはね、公式になり変わって私がお詫びします。あそこね、見たいから続編ぜひね、あそこまででもいいから作ってくださいよ、と。